こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。久しぶりの雑談だ。いやー、本当に久しぶりだね。 X チャレンジ動画ばっかり作ってたからな。そういえばまた新しく X チャレンジ始めたんだっけ、ハードで。この動画作る直前でボリューム1の第5ステージまで進めたぞ。早くない？やっぱり1回クリアしてると違うね。いや、結構苦戦してるぞ。やっぱり一筋縄ではいかない。特に昨日は半日使って第4、第5ステージしかクリアできんかった。慣れていても時間かかるんだね。戦略が確立されていない状態で運に頼ってクリアしたステージもあったからな。さて、前置きはこの辺にして、まずはご報告。チャンネル登録者が2000人を突破しました。イエーイ。さすがに一月で1000人なんて数字がアナリティクスに並ぶことはもうないだろうが、それでも順当に登録者の方が集まってくれている。チャンネル登録者増えるとやる気出てくるよね。いい動画を作ろうという気持ちになるな。報告はもう一つある。先日の東京ゲームショウ2018のことだ。アニジャもオイラも行かなかったよね。新作カード出すやら、オフィシャルアートワークス20プラス5やら、高額なロックマングッズが目白押しだったんでな。それらを買う準備もしなければだし、ついでに部屋の更新料を家賃とは別に8万払わなあかんかったし。そっちが一番お金かかってるじゃん。生活は犠牲にできんよ、さすがに。まあ仕方ないさ。それに、何よりも嬉しい知らせを聞くことができたからな。嬉しい報告というと、ロックマンイレブンが日本ゲーム大賞、フューチャー部門を受賞したことだ。おーおーおー。この賞は、これから発売されるであろうゲームの中で、最も優れているであろう作品を、東京ゲームショウに来場したお客様の投票で決定するというもの。売り上げにもやっぱり影響するのかな？すると思うぞ。こういうのも宣伝になるだろうし、成功して次につなげることを願うファンとしては、同胞の存在を感じ取れて嬉しい気分になる。同胞。俺と同じように、ロックマンイレブンの成功を願うファンや、体験版の時点でその良さを評価しているユーザーのことさ。そういうユーザーがいてくれることが、ブランド復活を願っていた俺には、何より嬉しい。これは本当にいいニュースだね。いいニュースはこれだけじゃない。ロックマンイレブンでロックマンの声を担当する、福原彩香さんがロックマンイレブンの主題歌も歌うことが発表されたぞ。アニコレの、リフューチャーに続く、新テーマソングだね。この曲はロックマンイレブンのサウンドトラックに収録される曲だそうだ。シングル CD じゃないんだ。ゲームの主題歌単体で1000円取れる時代じゃないんだろう。デクスのテーマであるイノセンスだって、フルで聴くためにはサントラ買う必要あったしな。ロックマンイレブンもおそらく全て名曲だろうから、購入はやぶさかではない。アニジャのロックマングッズが増えていく。ちなみに曲名はそのものズバリ、RM11 という。ここまでド直球でロックマンを連想させる単語が入ったロックマン主題歌って珍しいね。曲名もそのままロックマンの R と M だし。このサントラは、すでに予約が始まっている。説明欄から予約しに行けるので、その気がある人は飛んで行ってほしい。ちなみにアニジャは、もう予約済ませたぞ。わええ。まあ、いろいろ雑多に語ったが、今回はこの辺にしておこう。次回は久しぶりにロックマンイレブンのボスたちについて語ってみようじゃないか。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。